ワームがいるね、ワームが。うわー、なんか懐かしいな。懐かしいな。俺ちゃんとさ、ワスプ音こう企画で使うことはあっても、こうやってサバイバルでやることは本当に、で俺全てを吸い込む、マジで俺個人的に大好きなので、ちょっとなんていうか なんつうのノスタルジー、ノスタルジーを感じますね、これは。これ斧作って、ちょっとリンゴをちょっと探したいと思います。っていうのも、このオアスポーンの世界のリンゴの、なんかリンゴからリンゴの種みたいなのができまして、それからあのリンゴの木を作ることによって、あの食料がね結構安定して供給、あってなると、あれなんかカットオール欲しくなってくるな。やっぱカットオール入れるか。ちょっとなんかあの俺の頭がなんか右往左往してるんですけど、今やっぱ入れよっかな。まあいっか、まあとりあえずはいいや。で、入れたくなったら入れよう。ということで、ちょっとあの、ピッケルを手に入れたんで、ちょっとこのラバーダッキーのね、ところが、このスポーンエッグが掘れるようになったんで、ちょっとこれせっかくだから掘っていこうかなと。あ、これめんどくせえやつだ。ちょっと、めんどくせえやつだ。ちょっと待って。あ、やばい、暗くなってきた。やばい、やばい、やばい、やばい。あー、ちょっとこれ、届かねえ。届かねえ。届かねえ。ちょ、丸石。はい。いやー、でも夜になってくる、本当にね。マジで強いからな。あ、いろいろ手に入れた。デッドスティック。はい、あ、フィッシュはいいね、フィッシュはいい。非常にいい。これ確か焼けばなんか食い物になるんで、これ非常にいいですね。僕リンゴが欲しいんですけど、ちょっとくれます？くれますか、ちょっと僕にリンゴ。こうやって着実にね。ってあれだな、HP100 以上のボス倒したガチャチケット1枚ってさ、言ってるんですけど、なかなかだよね、それ。あ、100以上じゃない、100以下か。あ、待って、こっちにモグラいない？あ、モグラいる。あいつワンチャン倒せんやん。なんかモグラあんまりさ強かったイメージないんだけど、あいつワンチャン倒せんじゃね。あ、200だ、強そう。いや俺は行く、臆さない。お、僕は決めた、僕は臆しません。ゴー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 。これいけるんちゃう、これこれいけるんちゃう、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 これ大立ちのおかげで、あ、なんか痛い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 、助けて、あ、きつい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 、助けて、窒息窒息、よーし。逃げてきました。いやでもいけそうだったよね、今。さすが大立ち。待って、耐久力なくなるのが早いよ、耐久力が。大立ち、これ回復できるっけ。できるよね、確かに。コンペン とかでね。てか待って、あいつ回復する前にちょっと行っちゃうか、行っちゃうか、ちょっとちょっと調子乗ってますかね、僕。いけるんちゃうっていう。あ、しかもあいつ体力回復しないから多分いけるわ。ちょっと頑張って。おい、へいへい。あ、そう、これで墓場ができるんですよ、墓場が。墓場ができるんで、あれを壊せば多分あの手に入るんですよね。何、あの、待って、あの墓場埋まりそう。ちょっと待って、あの墓場が埋まりそうだから、ちょっと待ってくれ。墓場が埋まりそうだから、ちょっとお前、ちょ、これ貸してくんね。だって、待て、一回落ち着こう。まずは木を掘って、で、全部失ったじゃねえかよ、俺。ちょっと待て。いや、でも大丈夫。あそこは掘り起こせば大丈夫なはずだから。待って、まずはちょっと木を掘って、あの、ピッケル欲しい。ピッケルであの墓を掘らしてくれ。ほいと。よし、ちょっとこれで、レイテストです。これを掘れば、あ、よしよし、これで回収できた。よし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 。あ、モグラは消えちゃったかな。あ、消えちゃったっぽいな。あ、来てね。よしよし、ちょ、このまま行くべ。よし、このまま行くべ。ほれ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 、こいつ早いよ、ほんとに。逃げろ逃げろ、距離を取って。おらおらおら、いけるかいけるか。あー、こいつマジうぜ、これ。え、あー、びっくりした。上か。よし、いやー、よーし、抜けた。よー、あ、くそ、よし、抜けた抜けた。大立ち折れた。しかももう早い、非常に早い、折れるのが。よしよし、ランク上がってる、ランク上がってる。やっぱ抜刀剣強えな。いけいける。あー、惜しい惜しい惜しい。いけるいける。あと、もうちょい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 。よーし、倒した。マジか、こんな序盤でモグラ倒せるんだ。やったぜ。そして、おー、いいねいいね。あ、これあれですよ、ビッグバーサーソードの素材。いや、来た。あ、そしてコンペンもゲットした。よしよしよし。これなんかコンペンとクラフトすればなんかこれ直せるんだっけ。いやー、モグラ倒せたね。あ、しかも金塊もゲットした。いいね。まあ、まな板あればこれ増やせたのに。まな板あればな。まな板今から入れてくるか、ちょっと悩んできた。いや、でもまあ、いや、せっかくね、このガチャという要素があるんで。てか、あれじゃん、この、食料、リンゴ集めなくても、確かトウモロコシ食えたよね、これね。あ、いいね。やっぱ食料が豊富にあっていいっすね。あ、割と回復するし。なんだこのトウモロコシ。トウモロコシ主食にすべえ、これから。
よし、ということで無事モグラ倒せたので一旦帰ろう一旦帰ろう。で、あれだ、そうだ、キャラクタークリエイターもあるんだこれもうよりどり緑だな本当に。何しよっかな。じゃあ魚人にします。魚人の海賊で、ソードマンでいきましょうかはい、ということで、じゃあまず、素材系こっち、素材系こっちにしよう。ちょっと牛肉とかちょっとちゃんと焼いていこうか。これあのデスインフォってあれね、墓場の場所をちょっと表示してくれるやつ、自分の死んだ場所を分かるようにしてくれるやつなんだけど、俺の場合ボクセルマップがもうデフォルトで表示してくれるんでいらないっていう。はい、ということでスパークフィッシュとかこの辺確か全部焼けば食えたよね、確かそんな気がしないでもない。とりあえずちょっと石炭作るかって、お、私がもう早速折れてしまったんですけど、もうよして、これで、あ、これ抜刀剣もちゃんとあれだ、ワンピースのさ、ソードマンの攻撃力上昇すくんだ。いいね、なんか全部が全てがなんか計算し尽くされてるなんか全てがなんかね、なんか計算し尽くされてるな。2回行ったよ。ちょっと洞窟行こうかな。洞窟でちょっと物をなんかいろいろ採掘してこようかな。うん、そうしよう。あ、で、ちなみにストレージボックスも入れてます、ちゃんと。はい。あ、この辺ワーム。あ、ちょっと待って、こいつら意外と強かったんだ。ちょっと待って、逃げよう。あのね、ちっこいやつも意外と強かったんだよ。雨はちょっとめんどくさいけど、まあ、とりあえず今のところはスルーで行こう。お、なんかホタル的な何かが飛んでいる。てか、地下になんかさ、バカ強い敵とかいたっけ。あ、乾燥卵を掘ってく。乾燥卵掘ってこうか。あ、手伝った。オッケーオッケー、ナイスナイスです。ナイスナイスナイスです。いや、ちょっとマジか、ここに。いや、ワームはマジでえげつないから、ちょっとやめて。マイオール入れる、やっぱ入れた方がいいかな。石炭掘るのめんどくさくなってきたあれ、マイクラってこんなにめんどくさかったっけ。あれ、おかしいな。ちょっとマイオールとカットオール入れていきます、後でやっぱいるわ。いや、もう分かった、今入れてこようナウ思い立ったが吉日、入れてきます。はい、ということで、マイオールとカットオールを入れてきました。よーしやっぱ気持ちいいな。あ、ちなみにこれ左上に毛布とか出てるんですけど、これ毛布入れてないんで、はい、なんかちょっとフォージをコピーしたら名残がちょっと出てしまったっていうどうでもいい話。それではちょっと続きやっていきましょう。まずは洞窟探索ね。はいはいはい。乾燥卵とか掘ってく？まあ一応掘ってこっか。うん。あ、で、あれじゃん、スコップがないじゃん、スコップが。ちょっとスコップ作ってこよう。あー、そっか、あっちは、あっちはあれね、例のワーム地帯ね。あそこは絶対に行っちゃいけない。本当にこれマジで。マジであそこはダメ。ということで、俺スコップの作り方も覚えてないうわー、ちょっと待って待って待って、ワーム地帯はまずいんだって、だから言っとるやないか。あ、待って、羊いるな。ちょっと羊飼ってっか。そうしよう。あ、せっかくだ、この大立ちで、折れた大立ちでなんとかして頑張っていこうしかもあれだぜ、これ攻撃力上がってっからよ、このワンピースの剣士の何職業で。ウェイウェイウェイ、よー、強い、さすが。これで羊毛が2個か。あ、ともう1個、 OK、 バッチリ。あ、なんかガールフレンド的なのいたね今。よーしよーし、ちょっとなんかガールフレンド的なのがいたんで、ちょっと見てみよう。あれは、あ、ガールフレンドか。これあれだよね、確かポピーあげれば。おーっと、なんか香ばしいやつがいるね。で、待って、俺マグロじゃない俺モグラ倒してからあれだよ。そういえばあいつ HP200 だからガチャチケットゲットしていいんだ。え、 HP100 以上だから3枚ももらえるんだけど、ラッキー俺自分で設定したルールをことごとく忘れてる。いや、それではちょっとガチャチケットをね、自分に3枚付与していこうと思います。よっこいしょすごい原始的な方法で、別になんか空から降ってくるとかそういうことは期待しないでください。僕はものすごく原始的な方法で与えます。ということで、ガチャチケット3枚ゲット。はい、ということで、ガールフレンドがいたんで、確かこれポピーあげれば仲間になったと思うんで、ちょっとこのポピーをあげていきたいなと思います。あ、で、あの辺の多分あれだよね、カニとかもさ、倒せば62だから1枚手に入るから、ちょっとあの辺も倒していこう。うん、そうしよう。ちょっと、ヘイ、あ、仲間になった、いいね、よし、ナイスナイス。これついてくんだっけ。あ、ついてくるわ、いいね。ヘイ、あーれあー、ちょっと待ってお前それあったな、そういえばその女同士の殺し合いあったな。ちょっとお前はちょっと今ちょっとあり合わせなんか剣的なものがないので、え、待って、アイハブ、あ、なんか、あー、なるほど、こうやって話しかけてることになるのか。ちょっと君はちょっと機能ので戦ってくれよし、ちょっとあいつら倒すべ。あー、やばい、ちょっとお前ら殺し合いしなきゃいけない。せっかくのガチャチケットが、お前らのこともガチャチケットって呼ぶからな。
ご視聴ありがとうございました。アイコンをタップまたはクリックでチャンネル登録お願いします。まあ、皆さんはね多分優しいからしてくれるとは思うんですが、万が一してくれない人がいたらその人が不幸になるように祈っておきます。はい、ツイッターもやってるんでよかったらフォローお願いします。暇な方はこちらのおすすめ動画も見てくれると嬉しいです。それではまた次回、さらば。